はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88の野球道です。違う、ごめんなさい。ミサプレイクですね、やっていきたいと思います。まあ順調って言えば順調になってきましたね。練習しましょうか。で、あとは、そうだ、お金がね、2600しかないか。いや、1で行く方がいいのかな。そうだね、あのホークスの時ね、単発ホークスの時は1000与えても抽選20何もしか上がらなかったんで、1、2回やっただけでそのぐらいいくんじゃないかなって思いますね。その辺はちょっとね、あの制作者サイトはどうも考えてんだろうね。三国志もそうでしたよね、1が一番いいっていうね、あの内政ね、開墾とかしたりするのね。はい、あと防備強化しておきましょうか。さてと、はい、広島2連勝してますよね。選手状態ね、ピッチャーは秋代先生いいんだけど体力ないね。はい、なお先生かい。遠山さん、もう早い段階で遠山さんにつなげるか。キーを先生にして、いやー、稲尾さんで行こうか。稲尾さん遠山さんかな。稲尾さん遠山さんでいい気がするね。あー、猪俣先生でもいいんだけど、稲尾さん遠山さんで行きましょう。はい、よいしょーった。よいしょー。さあ、これ広島3連勝いけそうですね。なんか負ける気が正直しませんね、広島は。あっ嘘やろこれ。いや、今写真撮ったんですけど、写真がピンボケすぎて、もうここまで来たらリセット入れられないからね。ああ、もう仕方がない。まゆみさんがダメだったの分かってんで、まゆみさん外しましょうか。じゃあこうしましょうか。ひろとさん、たおさんで、佐野さんよかったっけ。いや、もう全然分かんないわ。大野さんで行こっか。北村さんもいいんだけどね。そう思うとこうかな。だね。うわ、ピンボケしてると思わなかったね。あ、稲尾さんで行くんだったよね。はい、まだ2球しか投げてないよ多分ね。3球で終わっちゃった3球で終わっちゃったね。まいったなこれ。ちゃんと取らないとね、ちょっとめんどくさがっちゃったのがあったんですけど、取った瞬間ちゃんと取れたと思ったんだけどね。ゲッツーか。はあ、ランナー出たんだね。走らせとけばよかった。写真撮ってる間に出てたんだね。写真撮ってるから、写真はね、ちょっとね、今削除してたんですけど、ピンボケしたんですね。ああ、ノーアウトからランナーだけど。ああ、いいね、いいね。いい。稲尾さんだから勝たせてあげたいけどね。まあ、いや、誰でも勝たせてあげたいんだけどね、稲尾さんに限らず。なんか稲尾さんでね、負けついた時ショックだもんね。あ、しまったしまったね。これね、代打を見るとね、調子のいい人分かるんですよね。三振多いね。これで代打を選ぶと、あ、平田さん調子いいんだ。
3割超えてるからね。ああ、和田さん使えるところがないんだよね。平田さん出そうか。平田さん調子よかったんだね。長尾さんに変えよう。おお、あ、ツーアウトからなんだけどね。このゲーム敵はツーアウトからお金取る、お金じゃねえわ、点数取るんだけどね。味方はツーアウトから取ってるという気がないんだけどね。まあ、今回入りましたけど、うわー取ったわツーアウトから、ツーアウトから4点取ったわ。ツーアウトからボコボコだな。さあ平田さん出しましょう。さあこれで平田さん3割になってましたからね。あの代打の時はね、打率が蓄積した打率じゃなくて、あの調子のね、いい時悪い時は触れた打率になってくれるんで分かるんですよね。調子の悪いと本当ね、めちゃくちゃ打率が下がってんで、そこは親切設計かなと思いますね。調子を見れたらいいんですけどね、どうだったかなっていうのはね、この時のゲームは見れないんでね。それか帰る時に分かったらいいんだけどね、調子がいいのか分かんのかね。あ、これはもう大量得点の予感が。この試合は結構10点いくんじゃない？ほら、またツーアウトから入ってるわ。あらら、またツーアウトから入ってるわ。あ、私前言撤回だねツーアウトからって言ってましたけど、ツーアウトからは入らないよって言いながらガンガン入りましたね。あー、柿尾先生とうとう3割9分まで、3割9分は切らずにいけるのかな。あー、スタート遅い。もう島田さんも調子落とさないね。で、平田さん来ました。あら、3割いけるかなと思ったんですがね。これはあれだね、稲尾先生完封いけるかもしれないね。今のところ変わるぞ稲尾さんっていうね、見せつけてますけどね。あれ、今ひょっとして完全試合なことないか。んなわけないか。6回で9番バッターまでで終わったからね。もう6回から津田さんできてますもんね。ああ、打たれちゃったね。ああ、打たれちゃったか。うわー、ここでランスか。怖いなー。敬遠してもいいんだけどね。ああ、もうそれでいいわ。おお、抑えた抑えた。までは ならないかな。一応ね、念のためにちょっと準備だけしときましょうか。福間先生が良かったんだね。福間先生が良かったんだけど、稲尾さんでいけそうだね。あらら、打たれちゃった。で、小川さんが代打で、ああ、いい感じだね。
これ稲川さんいけるね。おお、島田さん打つね、本当に。おお、平田さん打ったわ。まあ2割9分ぐらい打ってたらね、普通はレギュラーでもいいと思うんですけどね、守備に定評があるんで。2桁得点入れてくれるかい。あー入るね。あ入ったわ。あらー、コーナーがトップなんだよね、打率ね。とんでもないね。信じて見てられね。広島に3連勝です。はい、伊能さん4勝2敗ですね。2敗してんだね、この人ね。あ、カープ3安打。あ、2回で2回に1本打ってたんですね。で、キッツーになってたのかな、じゃあ。おお、スワローズまた負けてるね。あら、あ、もう 6.5 ゲーム差がいきました。84試合で、あ、これはもう結構対もうほぼほぼ決まってきたでしょうかね。中日が22ゲーム差です、ね。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。あ、ホエールズが1本ホームラン打ってんね。掛布さんが抜かれちゃった。じゃあ終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。